昔の緩球団現在の郷、高橋堺緩球団は、ソウルにある祭典の儀式が行われた史跡である。遠球団とも言う。大韓民国指定史跡第157号となっている。ウェスティン朝鮮ホテルの敷地にある。中国では、古来から皇帝が天壇で祭典の儀式を行っていた。しかし、朝鮮では祭典を行うことができるのは、中国の皇帝だけであり。 中国の皇帝から作法されている朝鮮国王は祭典を行えないとされていた。ところが日清戦争で日本が真に勝った結果、下関条約で朝鮮は中国からの独立が認められ、1897年に朝鮮国王は大韓帝国皇帝に昇格した。そのため独自に祭典を行うこととなり、中国の天壇の真似をして、 環球団を作った。環球団は1897年に作られ、円錐形の屋根がついた三層の団だった。1899年には環球団の北に三層八角帝の孔、高市堺を建てた。1910年に韓国併合により日本の統治下に置かれ、祭典儀式は行われなくなった。1914年に園球団が撤去され、 朝鮮ホテルを建てた。現在は、遠球団そのものは残っていないが、こう、高志堺、石舗、門などが残っている。ありがとうございます。